こんにちは。桜の間日本語ルームのゆけいです。今回は5月から7月の半ばまで使える日本語をお話しします。日本は6月に梅雨の季節のところが多いです。梅雨というのは雨が多い季節のことです。6月から7月の半ば、15日、16日、18日ぐらいまで 梅雨が続きます。梅雨は初夏と言います。夏の始まりです。6月が初夏ということが多いです。梅雨が終わることを梅雨が明けると言います。梅雨が明けたら夏が始まります。今回は5月から7月半ばまでの 初夏から夏にかけての日本語をお話しします5月はまだ梅雨ではありません梅雨の少し前の時期で気候的にもちょうどいい気候です4月はまだちょっと寒い日もありますが5月はちょうどいい季節ですちょっと前に5月のお休みの話をしましたゴールデンウィーク という話をしたんですが、ゴールデンウィークは長い休みです。長い休みが終わったら、また学校や会社に行かなければいけません。その時に、ああ、学校に行きたくないなぁ、会社に行きたくない、と気持ちが落ちることがあります。これを5月病と言います。 5月病というのは5月に気持ちが落ちてしまって学校に行きたくない会社に行きたくない何もしたくないと思うことですどうして5月病になってしまうかという理由ははっきりわかりませんがゴールデンウィークが終わって現実に戻されたからではないかという話と梅雨が近くなってきて気持ちも ちょっとずつ雨の方向に向かって落ちていくのかなという話もあります。まあ、どうして5月病があるのかというのははっきりはわかりませんが、5月に気持ちが落ちてしまうという人が多いと言われています。今の世の中はストレス社会ですから、どの月もストレスが溜まって気持ちが落ちていくっていうことがありますから、 5月だけとは限りませんが、昔から5月病という言葉があります。そして6月になると梅雨ですね。梅雨は1年の中で雨がとっても多い季節です。1ヶ月ずっと雨ではないですが、ほとんど雨です。1ヶ月の中で2日か3日雨が降らない日もあります。 その日はラッキー今日雨降ってないやったーってテンションが上がります。嬉しくなります。私はですけど他の人はわかりませんけどね。でも6月は本当に雨が多いのでジメジメしています。ジメジメしているというのは湿気が多いという意味です。 湿気が多いの湿気は空気の中に水がたくさんある状態です。湿気がたくさんあると湿度が高くなります。湿度は湿気のパーセントです。雨の日は湿度100%になりますし、日本の初夏から夏にかけては 湿度が80%、90%になることも多いです。日本の夏はジメジメしているとよく言われます。それは湿度が高いからですね。湿度が高くてジメジメして暑い状態を蒸し暑いと言います。蒸し暑いと汗をすごくかきますよね。 外国から来た方は日本の夏は湿度が高いとよく言いますし一年中夏の国から来た人も夏は日本の方が暑いという方もいます日本は気温の差が本当に激しいですね梅雨は雨ばかりなので洗濯が乾きません梅雨の時期になると もううち洗濯全然乾かないよ。うちも4人家族で洗濯物が多いから、全然乾かない。という会話をします。梅雨の時期は洗濯物を外に干せませんから、部屋の中に洗濯物を干します。カーテンレールを使って洗濯物を干したり、布団干しというを置いて、 洗濯物がかけられるものを買う人もいます。雨の日は洗濯物を家の中に干しますけど、部屋の中も湿度が高いですから、洗濯物がなかなか乾きません。なので、梅雨の時期はコインランドリーに行く人も多いです。コインランドリーは洗濯機や乾燥機があるところです。 洗濯機や乾燥機にお金を入れて洗濯をしたりを乾かしたりします。日本は乾燥機が少しずつ普及してきているとは言ってもまだまだ持っていない家庭が多いですからコインランドリーで乾燥機にかけます。私もあまりに乾かなければコインランドリーの乾燥機に行くと思います。 そして梅雨に一番困るのはカビです。日本はお風呂に入る習慣があるのでお風呂の中は水がたくさんあります。ということは湿度が高いということですね。風呂の中はもう湿度100%です。湿度がすごく高いところにはカビが生えるんですよね。なのでお風呂場は 常に洗ったりきれいにしておかないとカビが生えます。部屋の中にもカビが生える場合があるので、梅雨の時期になるとカビを取るグッズがよく売れます。湿度を取るグッズもよく売れます。湿度を取ることを除湿と言います。 梅雨が始まる前の時期には除湿器がよく売れると思います。除湿器は湿度をとってくれる機械です。冬は逆に湿度がなくて乾燥しているので加湿器というものが売れます。加湿器は空気に水分を送ってくれる機械です。 エアコンには除湿の機能があるエアコンもあります。私の家のエアコンも除湿の機能がついているので雨が多い時期、梅雨は除湿機能を使って除湿をしています。それでも足りないぐらい日本の湿気は本当に多いです。カビが生えないように気をつけたいと思います。 7月になると暑くなってきて少しずつ雨が止む日が増えてきます。完全に雨が止んだらそこから夏のスタートです。7月の20日前後ぐらいから小学校や中学校は夏休みが始まります。高校や大学はその学校によって違いますが、7月から始まる学校が多いと思います。 夏になったら熱中症などまた気をつけることが増えますね。まず、私たちは今目の前にある梅雨に向かって対策をしていかなければなりません。雨が多いと皆さん、髪が気になりませんか雨が多いと髪がうねったりします。髪がうねるというのは、こう曲がっていく、こうカーブが多くなるっていう意味ですね。 これがうねるです。くせっけの人。髪がまっすぐじゃなくて、ちょっと曲がってしまうような髪の人は、雨の季節や雨が降るときには、こう,うねってしまったり、こうボサボサになってしまったりします。髪は湿気があると、こうボサボサになったり、髪がうねったりするんですよね。 だから、梅雨の季節には、あ髪がうねるっていう人がとても多いです。ストレートアイロンでいくら伸ばしても、すぐにシュッと、うねってしまいます。これは髪質の問題ですが、ちょっと嫌ですね。この梅雨が明けると夏本番、とても暑くなります。 私が一年の中で一番好きな季節です。今回は5月から7月の半ばの梅雨までにかけての日本語をお話ししました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。